クリストファー・オデーは、アメリカ合衆国フロリダ州、デュバル軍ジャクソンビル出身のプロ野球選手。MLB のニューヨークヤンキース所属。祖父は、オダチョースキーという姓のポーランド人で、オデーはそれに由来する。高校時代は、無名の存在で、フロリダ大学にも奨学金なしで入学した。2年次にサイドスローに転校してから成績が向上し、 2005年にはカレッジワールドシリーズに出場。その傍らで獣医学を専攻し、メディカルスクールへの進学も考えていた。エンキャットの点数は合格ラインを上回っていたが、最終的には野球でプロを目指す道を選んだ。2006年5月29日にドラフト外でロサンゼルス・エンゼルスと契約してプロ入り。この年は参加のパイオニアリーグのルーキー級。 オレムオールズと AQ、シーダーラピッツカーネルズでプレー。AQ シーダーラピッツでは17試合に登板して3勝1敗、防御率2.70、14奪三振を記録した。2007年は、AQ 乱直モンがクエークスと AAQ、アーカンソートラベラーズでプレー。AAQ アーカンソーでは29試合に登板して3勝4敗、防御率3.99。 22脱三振を記録した。2008年3月29日にエンゼルスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると31日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。1点ビハインドの8回裏から登板し1回をにアンダム失点に抑えた。16試合に登板したが5月13日にトリプル A 級ソルトレイクビーズへ降格した。6月9日に クリス・ブー・チェックが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。11試合に登板したが8月4日に再びトリプル A 級ソルトレークへ降格した。登録枠が拡大された9月2日に再昇格。この年は30試合に登板して0勝1敗、防御率4.57、29奪三振を記録した。オフの10月21日に40人枠を外れ、マイナー契約で トリプル A 級ソルトレークへ降格した。2008年12月に行われたルール5ドラフトでニューヨークメッツから指名され移籍した。2009年3月1日にメッツと1年契約に合意し開幕ロースター入りした。開幕後は4試合に登板し防御率0.00だったが4月18日にディーフとなった。ルール5ドラフトの規約で エンゼルスが獲得の権利を握ったが、エンゼルスは獲得せずに、ウェーバー工事した。テキサスレンジャーズ時代2009年4月22日に、ウェーバー工事を経て、テキサスレンジャーズへ移籍した。移籍後は、CJ ウィルソンに次いで、チーム2位の64試合に登板し、防御率1.94、ホイップ0.95という好成績を残した。20ホールドは、チームトップだった。 2010年3月4日に、レンジャーズと1年契約に合意。この年は72試合に登板し、レンジャーズの中継人の柱として、大車輪の活躍を見せ、球団初のリーグ優勝に貢献した。しかし、サンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズでは不審に、陥り、登板した4試合のうち3試合で失点してしまった。2011年1月23日に、 年俸調停を回避し、125万千ドルの一年。当初は移籍したフランク・フランシスコに代わるセットアッパーを任されたが、4月26日のトロント・ブルージェイズ戦で電部を痛め、その手術により前半戦の大半を棒に振ってしまった。8月には右肩の炎症で故障者リストに入った。9月には復帰したが、プレイオフのロースターからは漏れた。 ボルチモアオリオールズ時代2011年11月2日にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズに移籍した2012年1月17日にオリオールズと1年契約に合意この年は69試合に登板して7勝1敗防御率2.2869奪三振を記録した2013年2月18日に オリオールズと総額580万ドルの2年契約に合意。この年は68試合に登板して5勝3敗に、西部、防御率2.1859奪三振を記録した。2014年は、さらなる飛躍を遂げるシーズンとなった。68試合に投げて5年ぶりとなる、防御率1.00台で、自己ベストとなる1.70を記録。 ホイップも2年ぶりに1.00未満に抑え、オリオールズのリリーフ陣を牽引した。この活躍が認められ、翌年の契約の球団オプションが行使された。2015年、3年連続で68試合に、登板。防御率1.52は、前年の数値をさらに下回る自己ベストの数値であり、また、脱産審率では初めて10.00を超えた。初めて、 オールスターゲームに選出されたが、当番機会はなかった。オフの11月2日にフリーエージェントとなったが、12月14日に、オリオールズと4年3100万ドルで再契約を結んだ。2016年は出番が激減し、それまで4年連続で継続していた68試合以上の当番試合が途切れて34試合に止まった。3勝1敗3セーブ。 防御率3.77という成績に止まったが、脱三振率は2年連続で11.0以上をマークした。2017年は、当板機会を取り戻し、64試合に当板。2勝3敗にセーブ、防御率3.43と一定の復活を見せた。2018年7月31日に、エヴァン・フィリップス、ブレッド・カンバーランド、ブルース・ジマーマン、 ジーン・カルロス・エンカー・ナシオン及びインターナショナル・ボーナス・プール250万ドルとのトレードでケビン・ゴーズマンと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2019年オフの10月31日に FA となったが11月8日に1年225万ドルで再契約した。2020年オフの10月28日に FA となった。 2021年2月10日にニューヨークヤンキースと1年175万ドルで契約を結んだ。同年は開幕を MLB で迎えたが5月1日に回線筋鍵盤の針で故障者リスト入りした。ありがとうございます。